はーいお疲れ様です元三つですす今回のお話なんですけど、スシロペロペロ事件の続報になるんですけど、あのスシロペロペロ事件の少年の弁護士がですね、あれはインフルエンサーのせいだとか、もうめちゃめちゃ反論しまくってるんですよね。俺たちは6,700万円、そんな払う気りねえよーみたいなね、そんな言い分があるんでえすごい今、<laughs> 炎上しちゃってるんですけど、スシロ6,700万円、ペロペロ動画訴訟、少年が3 裁判記録で明かした動画拡散は予想外高校退学を余儀なくされたっていうことで動画拡散されたのは俺たちのせいじゃねえよっていうことを言ったりだとか、まあ、そういう言い分であくまで反論するという姿勢でね、えー、戦うみたいなんですよね。 まあその様子が苦しすぎてやばすぎるっていうことでネットで言われてるんで今回その内容を見ていこうかなと思います元とのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますまあ、これって結構法的な話が多くなると思うんですけど元となりに調べた内容でねお話していこうと思うんですけどまずはこの記事見ながらどういう経緯かって見ていこうと思います回転寿司チェーン最大手のスシローが醤油ボトルの注ぎ口をペロペロ舐めるなどの迷惑行為をした賞人の 年に対しし損害賠償をを請求する訴訟を起こてていたってもうあの動画とか見なくていいよね。もう誰もが知ってるような内容だと思うんで。しかし少年側は請求企画を求めて争う構えでいくつかの争点では真っ向から反論する姿勢も見せているっていやー、スシロの言い分おかしいだろーっていうふうに言ってるんですよね。で裁判記録から明らかになったその驚くべき内容とはと本件訴訟は被告の迷惑行為に端を発している。 被告は現在も反省の日々を送っている以上を前提に被告は本件訴訟手続きを通して法的に適切な解決をするために以下の主張をすることをご理解願いたいということで、えー、まあ被告、えー、少年側はこう言ってるんですけど5月11日に提出された少年側の答弁書ははじめにと題しこのような一文から始まっていたスシローが本件のある大阪地裁に少年を提訴したのは3月22日付。 訴,訟訴状によれば、今年1月3日、少年は友人と連れ立って、 岐阜県内の A 店に来店、まあ、これ寿司路の A 店ねでねその際醤油ボトルの注ぎ口や未使用の湯飲みを舐め回しまた回転レーンの上の寿司に指で唾液をつけるなどの行為を働きその様子を友人が撮影もうもうこの時点でもうアウトじゃねって思っちゃうんですけどねで1月29日この時の動画が SNS 上で拡散され一連の騒動へと発展したこれにより客足が遠の 同31日には親会社の株価が5%近く下落し 一 1>, 1日で160億円以上の経済的価値を失ったとスシロー側は訴える、また訴状には各店舗の衛生管理に疑念を生じさせ、多くの客に著しい不快感、嫌悪感を与えたと知るし、衛生管理面での信用が損なわれた点や、醤油ボトルの廃棄費用なども含め、計6715万1970円の損害賠償を少年に求めたということで、まあ、売上どうのこうのもあると思うんですけど、ここだよね。 えー、ボトルの廃棄費用だとかあとアクリル板をね、えー、設置するだとか、まあ、具体的にやらないといけないことが増えてるんですよね。まあ、それって売り上げがどう変わったかよりもものすごくはっきりした数字なんで。 かなり、えー、この数字って強いと元光は思ってるんですけどで動画は拡散していないということで対する少年側は答弁書でまず動画の拡散について被告は本件友人との間でのみ本件動画に関する情報を共有する意思だったということでこれね多分ですけど インスタグラムとか SNS には投稿してないよっていうのが言いたいんだと思うんですよね。中略、まさか本件動画が第三者に共有され、さらには拡散することまでは予想していなかったと主張。この共有っていうのがね、 えー、どういうことを指すかっていう部分ですよね、だ誰かに、えーまあ、そのこの動画を送ったりするのことを多分こここでは指してるんだと思うんですよ。もうちょっとこのあと詳しく書いてるんですけど、スシロー側が一緒に来店した友人を介して動画が拡散されたと指摘したのに対し、本件友人は本件動画を拡散していないと否定した、まあ、この動画を撮影した人が拡散したわけじゃねえよっていうことで否定してるみたいなんですよね。まあ、そんな の細かいとこじゃねえかなって思っちゃうんですけどそして友人が別の友人に動画を送ったことまでは認めたがその別の友人も拡散していないと主張だからも今回少年が映った動画を撮影した人が誰かに共有したあのこの動画あげますねみたいな感じであげてでその友達も拡散してないでまたその友達も誰かにあげたと。 でそっから先どうなったかよく分からんという状況だと思うんですね、まあ、撮影者を A さんだとすると B さん C さんぐらいまで渡ってその後最終的に拡散させたのは某有名インフルエンサーであるとして被告は本件友人が行った本件動画を第三者に共有する行為をほ助していないしその意思もなかったとするということで、まあ、拡散するつもりなかったえ友人にあげただけだぜって。 いいうようよよなな言い分なんですよねだから拡散させたまあこれ一番最初に取り上げたっていうのはまあ本も動画でねお話ししてるんでこちらの方だと思いますけどまああくまでね、えー、ここでは断定的に言われてないんでまあモザイクかけときますけどまあこういう風にね回転寿司炎上会話に新たな挑戦者が現れたぞっていうことで動画をね、えー、ツイッターで上げてるわけなんですけどこれちょっとモザイクで分かりにくいんですけどこの の動画って何の動画かっていうともうちょっと見るとこんな感じの動画なんですよねまあこれもまだモザイク入れてるんですけどこれインスタのストーリーに上がった動画だと思うんですよだから誰かがインスタに上げてるわけなんですけどまあ確かにこのアカウントまあホモザイク入ってて分かりづらいんですけどこのアカウントは本人じゃないんじゃないのかなとあと撮影者でもないんじゃないのかなってここねキモイっていうアカウントだったんですよさすがにこの 2, 2社間でキモイっていうアカウントでわざわざ上げ 出たりししないいと思いますしここにテロップ入っててもっと大人になれよっていうことで、まあ、この少年のことを否定的に否定的か批判的に言ってるようなアカウントになるんででここにねあのー、もうこれもモザイクなんですけどこの少年のね 本人のツイッターアカウントの、えー、その ID みたいなのがね書いてあるわけなんですよ。まあなので一応この少年側の言い分っていうのはなんとなくは辻褄は合っちゃ合うんですよね。だから例えば撮影者が A さんで B さん C さんとかに渡していって D さんがおいおいおいお前何やってんだよっていうことでさっきのようにインスタのストーリーとかにあげたと、えー、もっと大人になれよみたいな感じであげてそれを インフルエンサーのところに行って、そこで拡散されたという流れになると思うんですよ。なので、まあ、元道的にはこの少年の言い分で、いや俺は悪くねって拡散させたやつが悪いんだって言うんであれば、その D さんぐらいの人、えー、インスタに上げた人が悪いんじゃないのちょっとよくわかんないんですけど、なんでインフルエンサーのせいにされてるのかが、元道的にはよくわかんなくて。 まあかなり苦しい言い分かなと思っちゃうんですけど、そもそもこの悪事をやってることが問題だと思うんですけどね、それを動画で撮ってる、物的証拠で自分たちで、ね、撮影してるっていうことも問題だと思うんですけど、これ、友達にその動画を上げたりするのが共有になるのか、拡散になるのかどうかっていうところで争いたいってことなのかな。ちょっとなんかね <laughs> どう見ても苦しすぎるだろうって感じちゃうんですけど、えー、で、えー、ちょっと待ってください、そしてスシロー側が訴える客数減少についても、回転寿司業界は競争が激しい、中略、仮に客数がへ、えー、減少していたとしても、A 店の立地を踏まえると、減少の原因が他店との競合にあることも考えられると述べ、スシロー側の主張には根拠がないとしたということで、え、これって。 一方的には、この岐阜県の店舗だけのことをスシローは指してるんですかね。ちょっと、この記事はよくわかんないですけど、全国のスシローの売り上げが影響するっていうことじゃないのかな。ちょっと、ここら辺はね、具体的には言えないですけど、まあ、とにかく、あのー、俺たちのせいで客数が減ったとは言えねえだろうっていうふうに言ってるわけですね。うん、<laughs> すごいね、本当釈明を求めると逆質問。 少年側の反論には、えー、これにとどまらないまだあるぞーって動画の拡散騒動を受けスシローが醤油ボトルの廃棄などに追い込まれた点について迷惑行為が行われた席は特定できるっているのだから口をつけた醤油ボトルの紅用が、えー、害されたことは間違いないがすべての醤油ボトルの廃棄入れ替えを実施した理由について釈明を求めると逆質問と。 まあまあなんかねなんかもっともらしいような言い分で言ってきてるわけなんですけどそのテーブルだけが問題でしょって今回拡散されて問題視されてんのじゃあこのテーブルの場所が決まってるんだったらそこだけでいいじゃんっていう話なんですけどまあまず一つなんですけどこの少年がこの店以外にもやってる可能性とかこの店でも他の席でやってる可能性とかっていうのもこの動画で出てきちゃうわけじゃないですか 少なくともそういうのも懸念があったりだとかあとこの動画を見てお客さんがどう思うかが多分スシローからすると大事なことであってまあこれは一般論だと思うんですけどこの動画を見て、えー、スシロー行きたいなって思う人は少なくともいないかなと思うんですよねでまあ岐阜県であった話だからうちは関係ねえな とも100はならならい気がすするんですよ、えー、う,うちがよく言ってるスシローもちょっとやばいんじゃないかなってそういう疑念を持たすことに問題があるんだと思うんですけどまああくまで少年がスシローに対して反論していやもっと効率よくさそのテーブルだけでよかったんじゃねえのっていうふうな質問してるんですよねちょっとむっ苦しすぎるよねこれ で、また他店舗にも波及した衛生管理面での信用質に関しても A 店以外で衛生上の問題は発生していないとして衛生上問題はないがいや発生してないかどうかは分かんなくないかで店舗に行くのを控えることは消費者の極めて主観的な心理状態であった 予見可能ではないと指摘少年に問うべき損害ではないと主張したと少年のこの動画を見た人がスシロに行きたくなくなるかどうかは少年の責任じゃねえって言ってるんですよね <laughs> マジかって、でその上でスシロー側の訴えは、被害自体も抽象的であり、因果関係も不明であるとし、少年の迷惑行為によって訴状で主張されるような損害にはならないと考えるとの言葉で答弁書は終わっていたということで、もう全否定なんですよ、スシロー側の言い分。 でえー、一連の騒動を取材してきた全国紙社会部記者はこんな感想を漏らすということで漏らすね、えー、動画もあるため迷惑行為自体は争う余地がない一方、まあ、やったっていうこと自体はまあ認めてるわけだよねで少年側がスシローの示した損害額の算定根拠に細かく反論してきたのは意外でしたって、まあ、そうだよね あのー、ごめんなさいって言ってなるべく減らしてくださいっていう姿勢だったらわかるんですけどいやそんなのはうちの責任じゃねえんだよっていうふうに言ってるわけですよね <laughs> 反省はしているけど課題請求にはきちんと声を上げるといった態度を裁判官がどう判断するかが注目されますってもうそうだよね、まあ、正直これは前代未聞レベルだと思うんで何とも言えないですよねで請求額は今後増える予定だって答弁書に書かれた反論の真意を尋ねるため少年 お話しすることとはできませんっって、まあ、それはそうだだねとの回答だった裁判記録には他にも騒動後の少年について高校の退学を余儀なくされるなど平穏な生活を送ることが阻害されるようになったとの記載もあり反省の意に加えすでに社会的制裁も受けているといったニュアンスが読み取れたということで、まあ、かなり苦しい思いしてるから、まあ、そこら辺はね多めに見てやれよという ような言い分だと思うんですけどこれってさ元密的にはその刑事的な話だったら刑事罰ね威力業務妨害罪とかそういう罪の話だったら情場酌量というかまあちょっと優しく見てあげようっていうのはわかるんですけどこれ民事だからねあくまで、えー、スシローさんはスシローが受けた損害を賠償しろという話であってこのなんだろうこの子が えー、社会的制裁を受けてるかどうかってそこは関係ないと思うんですよね。これって民事でもこういうもんなんだろうか。ちょっと元光もいろいろネットで調べてきたんですけど子供だからだとか社会的制裁を受けてるだからで民事の話にもそういう優しい目で見られるようになっちゃうわけ。 ちょっと本光はこれよくわかんないなと思いました。まあ、刑事罰だったらわかるんですけどね。で、えー、一方のスシロー側も強気の姿勢は同じだ。迷惑行為を防ぐため、スシは全国の店舗でレーンとテーブルの間にアクリル板を設置する対策が進めているが、今後9300万程度の損害が生じる見込みであり、損害の発生を踏まえて請求を拡張する予定であるとの言葉で訴状を言うんだということで、まあそうだよね。 スシローさん側からしたら、まあ、徹底的少しでも大きい額を追求していきたいとこですよね。だってね、もしこれでね、あのどうなるかわかんないですけど、もしかしたら0円とか100万円だとかってなったら、もうやられ放題になっちゃうからね、今後、スシローさんだけじゃなくて、もう飲食店側が。あ100万程度で済むのこんだけ大ごとになっても。 でなっちゃったら大問題なんで、まあ、100万はさすがにないと思うんですけど、まあ、ここで多額賠償の前例を作るっていうことがこのね一つ裁判で大きな大事なところだと思うんですよねで漢字の裁判の行方が提訴から3ヶ月近く経つものの第1回公判の期日は未だ確定していないというということで、まあ、具体的にはそこまで進んでない答弁が、えー、されてるというとこみたいですね。 まあということでネットの意見も見ていこうと思うんですけどこちら他のやつのせいでペロペロ行為がバレたんですという主張なら的外れもいいところですねってまあそういう言い分だよね結局マジかって もうこんな反論でいけんのって感じが元光はしちゃうんですけど他にも友人と共有した瞬間から拡散したと言っていいのではと、まあ、誰かに挙げた時点で、まあ、そうだよね、まあ、元光もそういう考え方ですね、えー、動画うんぬんよりやったことが問題だし、えー、時はコロナ禍の真っ只中でしょ直接口をつけたりつをつけた行為は感染を拡大させかねないテロだよ最悪は人が。 え死人が出たかもしれないと言われれば動画の拡散はむしろ善意の感染予防だったことにもなるんじゃないのかなと。まあ、なるほどね。まあ、そういう考え方もできるね。うん、まあここをどう裁判でね、えー、話していくかってすごく。 難しいところだと思うんですけど、あと、そんなんどうでもいいわーって、やったのと取ったのは事実やろーっていうことで、なんでそんな言い訳バックすんだよみたいなね、そんな言い分ですよね。とか、あと他には、鍵をかけて第三者の閲覧できなくして初めて拡散してないと言える、すしペロー君は共有を通して友人 A を足がかりに拡散したんだよって、もう誰かにあげた時点でもう拡散だろうっていうふうにね、言われてたりもしますね。とか、え他に、すしろにとって誰かがど 動画を拡散したかは2の次だいやここなんですよね。あのー、民事裁判でさ損害賠償を受けてるんであればスシロー目線で立つとこうなんですよ。いやそんなん関係ねえよと。 9300万円お前のせいで損害受けたんだから払えってそちら側で誰かのせいとかにするのはもう勝手にやってくれってスシローとしてはもうお前に9300万円求めてんだっていうふうに、ね、言うしかないもんねで非常識にもペロペロした行為が事件の核心だ払い終えるまで反省しろっていうことでねもう元はそこだからねさすがに人のせいにするのは厳しすぎるよねこちらをいいでさせていただきますねということで今回のお話は以上です 後ろペロペロくんの弁護士さんはね、真っ向から戦う姿勢を見せてしまうというのは、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。